島の子供たちの夏の楽しみがこの橋から下の海に飛び込んで遊ぶことです。海と共に生きてきたこの島では、橋から海の中に飛び込めるようになって初めて一人前と認められるんだそうです。とは言っても簡単なことではありません。まるで吸い込まれるような怖さです。水面は遥か下、3階から飛び降りるようなものです。でも実際こうやって身を乗り出してみると高いな。今年も多くの小学生たちが挑んだ初めてのジャンプ、ある男の子の挑戦を見つめました。2、1、0、ホワイト。四国の南端、黒潮を寄せる海に浮かぶ高知県大月町柏島。四国本島と橋で結ばれた周囲4キロの小さな島です。島の人口はおよそ500人。豊かな海の恵みに支えられて人々は生きてきました。島でただ一つの学校、柏島小学校です。20人の児童が学んでいます。1時間目の国語を始めます。特にまた水泳に参加した人はね、ちょっと眠たくなる。高学年のクラスは9人。夏を迎えると教室は橋からの飛び込みの話題で持ちきりです。これ以上あるもんね。ここら辺ぐらいだ。はぁ、ここぐらいやないわ。ここら辺ね。頑張れ、俺飛ばないかんぞ。俺も飛ばんぞ。これ飛ばんかった、恥ずかしいぞ。今日他の人が飛んでから柏島の人飛べんっておかしいよ、とか言う。学校が終わると子供たちは我先にと橋に集まってきます。橋から水面までは6メートル。まず6年生の男子がお手本のジャンプです。5年生も続きたいところですが、あ、怖い。うわー、ここでも今日は全く飛んでない。実は5年生の男子誰も飛べないんです。その一人、さっきから仲間の様子を遠巻きに見ているのが阿部拓也くんです。拓也、早く来いや。無理に飛ばんでええわ。拓也くんは今年こそ橋を飛びたいと言っていたんですが、この日も眺めているだけです。怖いこと、怖くない。まあ無理な時もあるけど、うん、両親と弟、妹の5人家族です。ふなの近くに出られ。お前言うとばんけやろ。拓也くんのお父さん、はじめさんです。お父さんも小学校の時に橋から飛び込んだ経験があります。お父さんは何歳ぐらい、何年生ぐらい飛んだんですか？4年か5年やなかったのか。中学校になるまでは飛びよったけどね。明日やってみるかね。いやー、明日か明後日。ああ、気絶しそうだ。え、気絶する？気が遠くなりそう。気が遠くならんの？飛んだ後なんか気が遠くなりそう。
飛びたい気持ちはあるのに前へ踏み出せない拓也くん、ある理由がありました。学校の前の海で行われた課外授業、一人シュノーケルをつけているのは拓也くんです。実は泳ぎに自信がないんです。6年生の背中に捕まってばっかり、10メートルしか泳げないため背の立たない海は苦手なんです。5年生でただ一人飛べるのが女子の南ちゃんです。やったぞあいつ。南ちゃん、5年男子どうよ、全員飛べないぞ。うん、情けないね。こういくわ。おー、なんてやつ、これなんてことだ。なんで飛ばんが。怖いけんぜよ。怖ないが、あんたも。だって慣れた。今から吐くわ、後ろ。吐くや、飛ぼうや。タグ。さあ、行こう。俺無理、そんなら俺そっち無理ぞ。拓也くん、橋の上は諦めて一段低い場所から飛んでみることにしました。どうで、本当に助けてくれる。おー、せーの。水面までは4メートル。子供たちが中間点と呼ぶところです。拓也くんの横にはコウスケくん、2人揃って立ち往生です。10分後、できないものはできないよな、拓也。なんとか飛べるようになりたい。拓也くんの挑戦が始まりました。まずはお父さんのコーチで平泳ぎの練習です。深いところに連れて行ってもらって泳いで帰ります。それからは毎日学校が終わると一人で練習。少しずつ泳ぎも様になってきました。この日、柏島小学校では全校児童がバスに乗って特別な授業を受けに行きました。やってきたのは町の中心部にある小学校。島にはプールがないのでここで水泳の授業を行うのです。この日は1学期最後の水泳。どれだけ泳げるようになったか測定します。今度こけるぞ。
一番手前が拓也くん。今年最初の授業では10メートルしか泳げませんでした。足についたところで終わるぞ。お、25メートル。50メートルのターン。まだ泳ぎます。みんなが泳ぎ終わって最後の一人になってもひたすら泳ぎ続けます。100メートルまでもう一息。友達も応援してるぞ。もう少しだ。ラスト、あと5メートル。頑張れ。はい、よかった。すごいぞ、タクヤ。この日は放課後がちょうど満潮の時刻。海面までの距離が縮まって初めて飛び込むにはうってつけの条件です。ほんま今日飛べる前提やね。今日めっちゃ飛びやすいことない。何とされると飛ぶ。今日飛びやすいかもしれない。全然怖ないぞこれ。今日はない絶好。4年生の女の子が突然の一言。ちょ待って。いつもおじけづいていた5年生男子、がぜんやる気になってきました。お前が行ったら俺も行く。絶対行く。お前が行くなら俺も行くやろ。南乗りとって。さあどうする。拓也、俺なんでがぜんが怖いわ。4年生の女の子がついに。たくやくんと一緒に立ち往生していたコウスケくん。コウスケ行った。時間にして20秒足らず、一気に3人が初めてのジャンプに成功。橋の上はやっぱり怖い。拓也くん、まずは中間点からのジャンプに挑むことにしました。よし、りっちゃん、はなこれ次行くけ。はい、来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 い、いける。
降りちゃうか、タグ。離れて様子を伺っていたお父さんも力を貸してあげることにしました。タグ、何でしょう。タグ、3、2、1、上げ。もっともっともっと3、2、1、0。あーやばいわ。せー、3、2、1、0。せーの、たくやくん、ついに中間点からのジャンプに成功。このあと橋の上からの飛び込みは果たせませんでしたが、自分の限界を一歩超えることができました。